どうも、くまです。クイックマッチ30回イベント第7回目から始めていこうと思います。よろしくお願いします。そして、先ほどまで、MP5 でやっていたんですが、非常に厳しいということで、武器を取り出してきました。取り出してきた武器は M16 ですね。7日間。はい、こちらを取り出してきました。まあこれでね、さっきよりはまずキルができるのかな。最小点てか M16 って弾数少ないんだ。もうズームもできる。M5 のせいじゃなかった。主流だ。M16 あれですね、強いんですけど弾少ないんですよ。全然当たんねえな、まず。 M16 持ってきた意味とは。やべ、かまねえ。M4 のダンスに慣れちゃうとダメです。バラまきの主流だ。
まっすぐ飛ぶ銃なんでやりやすいっすね。手榴弾を使うぞ、あ、ケンギー1は引きますね。AR 使えば手榴弾を使うぞ。オッケーオッケー。じゃあ8戦目いきましょう。ちなみにこの M16 なんかカスタムってボタン押せるんですけど、何もカスタムできないという、ね、なんかよくわかんない銃ですね。まあ今日はクラメンもいないからね、ゆっくりやってこう。8戦目、間違った。なんかどっかに登れたりしないの？やばいやばいやばい！突撃突撃と。手榴弾を使うぞ！
リロード。当てて逃げる。当たんねえな。やばい。まあちょっとイモリすぎですね。まあしょうがない。ナイス。オッケーオッケーオッケー。12個。まあちょっとエイムがダメだな。それではご視聴ありがとうございました。